ニーチェンデルです。本日はアミューズ八尾店で銀玉王のバトルなんですが、早速リーチボーイズをお呼びしたいと思います。ダブルグルさん、イエーイ、やってやりますよ今日も。この野郎あれ脱ぎましたね。もうやってやるぞ。おい見せてやるよ。ノリノリじゃないですか今日。やりましたね今日の用心棒は、どんなやつですか。どうせしょうもないやつやろ。早速お呼びします。ハイガールズの山根さん。おい見ろやこの筋肉。何もねえじゃねえの。カッチカチやぞ。カッチカチやぞ。ゾクゾクするやろ。いやいや、やりきるのよそれで。シャモやないかお前。ああ、大丈夫かお前。血吐きそうな顔してるやないかお前。体が血吐きそう。なんだこいつ負ける気しねえんだけど。なんかお前なんかに負けるわけないやろお前。全然ヤオはフォームですから。え、なんで八尾にね、友達がいるんですよ。八尾のエジソンっていうね、焼き鳥の串を外せるお皿を開発した。何やそれ、知らんわ。知らねえよそんなのは。今日は楽勝やな。楽勝だこれもう。マジで。いやいや勝ちますよ。先輩とか後輩とかないですからね。何だよ怖いぞ。負けた後知らんからな。引きずり回したるからな。お前かっこいいじゃけよ。かかってこいよ。いや言ってることは分かるんだから。対戦場所に選ばれた店舗はアミューズ八尾店。お店までのアクセスは大阪方面からお車でお越しの場合は近畿自動車道八尾インターを降り、中央環状線を南へ直進、その先亀井東の交差点を左折して国道25号線をさらに直進、東尾井原1丁目の交差点を左折し府道174号線を進めば左手に見えてきます。580台収容の駐車場も完備しています。店内には4円パチンコが520台、1円パチンコが200台、そして20円スロットが240台の計960台が設置されています。店内には休憩コーナーもございますので、ぜひご利用ください。ここで番組の対戦ルールを説明。制限時間はおよそ2時間。今回は2対1の対戦なので、リーチボーイズは1玉を 0.5 ポイント、用心棒は1ポイントで計算し、バトル終了までに多くポイントを獲得した方が勝利となります。そしてリーチボーイズが勝利した場合は獲得したポイントが加算され、10万ポイント貯まればなんと韓国旅行をペアで1名様にプレゼントいたします。今週の対戦台は先週に引き続き CR パチンコ必殺仕事にお祭りはっしょい。強楽の仕事人シリーズ最新作が大当たり確率およそ198分の1のライトミドルスペックで登場です。よし、それじゃバトルスタートだぜ。スタートー、行こう、当てるぞ。さあ始まりました銀玉王。今回はリーチボーイズザブングルさん対用心棒アンガールズ山根さんの戦いを、実況は私山浜理、解説はボーダー中村さんでお送りします。よろしくお願いします。お願いします。引き続きまして今週もお祭りはっしょいです。そうですね、まあ当たりやすい台なので3人いれば、そうですね、もう今日はもう大当たりラッシュになるかもしれませんね。はい、ただね、山根さんお強いみたいで、お強いというかお好きみたいで。そうですね、有名ですよね、パチンコ。相当好きらしく、週8回ぐらい行くと。週8回行くのか。それぐらい好き。はぁ、今日は好きな表現としてですけどね。なるほどね、あのもう1日1回じゃ足りないぐらいの。そうそう、1日2回行く日もあると。無理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 。いや、来るわけだやろ、あわけが。うわ、山根どうなの実際。こういう番組とかで引き強い方、いやほぼ当ててますよ実際も。あのプライベートより仕事の方が調子いいです。ああそう、おいおい、事務所が一緒なんですよね。あ、なんか先輩なんです ね。しかもね、逆っぽい感じがしますね。あ、忘れちゃって。しかもリズムいいです。まだここでね、まだ分かんないです。一応最もいい演出ですね、ショーチャレンジの中では。3連弾のところがちょっと見ものというか、ドンドドンドドン、楽しそう。ダン、結構順調。そうですね、もうすでに、これは連弾の途中で
シャキンときそうですね。あ、もうないです。残念ですね。結構リズム合ってたでしょ、ほとんど。いやもったいない、もったいない。まあそれとね、大当たりは関係ないので。あ、いいですね、赤ホールは。はい、さあ、しかも消火ゾーン行ったので、この後ここからさらにもっといい雷撃ゾーン行く場合もあるので、まあ、とりあえずは花火がいっぱい上がってくれた方がいいのと、やっぱりレンが絡んでいってほしいですね。やばい、山根のがやばいよ。はい、これで。うわ、山根がやばいよ。これは来たよ、赤保留ですから。まあやっぱり先読みゾーンが絡むケースはね、もう今の台はもう多いですからね、しかも赤保留で。ギジマさんは固い？いや、固いとは言えませんけどね、このまま行っちゃう場合も全然、それで当たることも全然あるので。そうなんだ、じゃあ、ギジニ。まあただ、ジャックリーチ号の、継続もありますから、あ、もうこれがあればもう OK ですね。やばいよ、これは。なんか先週も同じようなこと言ったぞ。もう本当に冒険はやっぱ期待できますからね。すごい、いろんなタイミングでね、ほんまに見れる。はい、あ、しかも、ね、3年まで行くと。これ大丈夫だか。これはあるぞ、3回目。もう合計1回あるので、はい、もう合計ありのこれはもう演出ですから、この後なくても全然問題ないです。まだ仕事人のシリーズとしては珍しく、本当に疑似連、先読みの頭から当たるまでは時間かかる台なんですよね。モンド、ね、昔はね、モンドだと、もう本当にあっという間でしたけどね。やっぱり今引っ張って引っ張ってですね。そうですね。湧き上がったな、これ。リックさんも大丈夫でしょう。ああ、いいですね。これはやばい。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。あなたの笑顔が見たいから、パチンコ&スロットアミューズグランデビュー。大阪府最大級スロット専門店大東店、京阪寝屋川駅前寝屋川店、2店舗同時グランデビュー。さらに住の井店新装リニューアル。ベラジオ。喜びを、楽しさを、感謝を笑顔で伝えたい。 Be a Muse Customers パチンコ&スロットアミューズ。おばあちゃん、おばあちゃん、またいないのか。おばあちゃん、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 もうどこ行ったん。超絶カットイン。そうですね、もう全部ある。もうゼブラ柄以外は本当ですね。あ、まあ雷撃図もなかったけど、まあ勝負だったんですけども、もちろん当たりますね。まあただね、この台は本当に初回はやっぱり4ラウンドが多いので、2回目から16ラウンドを取っていくかどうかのゲーム性ですから。本当しかもね、ST なんで取れないで終わることも、まあ、そうです。泣きにしもあらず。いや、もう、しょっちゅうですよ。ね、当たりやすい。ん？で、これも、もう弱いリーチですから、当たりよりも。ルーレットが、なんだろう。いや、まあ、あれは、わしょらしきましたね。もう当たりです。もう、だから即当たり。早いな。まあ、これもランクアップの当たりですけど、初回はやっぱり4ラウンドの可能性が高いですけど、まあでも当たれば全部ね、この74カテ ST 入るので嬉しい。あー、もうこれは今もう中盤ですか。頭が、あ、いいですね。サプライズ、すげー、
まあ今のところね、まだ分かんないです。もう一個、もう一個、そう、ラウンド中の昇格もあるんで、はい、そう、50% が16ですからね、取りたい、取りたい。まああるけどね。うわ、マジかよ。ほんとでも1回目でね、これは嫌ですよね。嫌だ、今日はダメかなって思う。ねえ、4ラウンドしか取れない。まあでもマックスでもそういう台がね、今多いので。そっか、次次、やっぱり本当に2回目の大当たりがいかに重要かですよ、今は。やばい、終わる、マットも終わった。さっきの激アツとかで止まる。あ、まあでも S1 はもうリーチになればね、もうチャンスですから。当たったっぽいな。さあこれ、あ、いいですね、この筒の方、筒並びの方が強いので、うん、マサト量は2種類あるんですね、うんうん、こっちの方がいいリーチです。当てりゃいいでしょうよ。倍当てないといけないですからね。ああ、来ました。なんか追いつけないですね、これは。そうですね、倍の方が16を引いてるからね。ないないですよ。当たるわ。またあの消化ゾーン入ってますね。あー、上がりましたね、雷撃、うん、さあこれはもう大チャンス。まあ4大激アツの一つなので、できればこの次のモンドまで行ってほしいですけど、あー、これはもう来ないです。ここでリーチのパターンですね。ただまたこれでもあのレンがまた来る場合もあるので、だ本当にあの仕事に SP 行く以外はあの継続する可能性はありますからね。はい、ここもちろん。おお、ここで、あ、ちゃう、ここもありますよ、ね、あ、これはもう発見ですね。あー、X 切りということでモンドです。モンドだ、モンド来た来た、これなかなか見れんやつよ。そんなことはないですね。モンド一撃っていう方がレアです。まあ、これ初代からあるね、激アツリーチですから、本当にほとんど演出も変わってませんからね。あ、そうですね、来てほしいけど、どうか。いや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 、そんなわけない、そんなわけない、そんなわけない。ええ、叫んだよ。いや、違う、ないです。どないなっとんねん。あの今収録してるんで、もう少し向こうでやってもらっても大丈夫ですか。芸能人が今収録してるんで、ちょっと普通にバチバチするから。お前、そうしてよ、こんな。おい、ふざけんな、お前。なあ、おい、え、すいません、待ってもきよ、お前。台叩かないでください。まあ、やっぱり雷撃ゾーンでね、外すのはちょっと嫌ですね。あ、モンドなんで、これいいですよ。だからそう、雷撃ゾーンモンドで外して冒険がやっぱりね、はい、あればもっと安心できますけど。おお、何回目これで、すごいな、4回目ぐらい。そうですね。おー、あー、いいですね。初回以外は全部16ですよ。いいです。今からじゃい、うん、これこそが仕事人気のミシャルウェイ松尾さん。もう面倒くせえ。皆さんこんばんは、リーチエンジェルのリオです。今日は初めて一人の撮影だったのでめっちゃ緊張しました。最近は MC も頑張っているので、皆さん応援よろしくお願いします。またホールで見かけた時はぜひ声をかけてくださいね。
皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。バイバーイ。皆さんこんばんは、アミューズ八尾店の稲垣さやかです。私は最近休みの日は携帯でゲームをして過ごしています。今やっているゲームがとても面白くてすごく夢中です。私には3歳になる女の子がいるんですが、もちろん育児も手を抜かずに頑張ってます。アミューズ八尾店に遊びに来られた時は気軽に声をかけてください。待ってます。喜びを、楽しさを、感謝を笑顔で伝えたい。 Be a Muse Customers パチンコ&スロットアミューズグランデビュー。大阪府最大級スロット専門店大東店、京阪寝屋川駅前寝屋川店、2店舗同時グランデビュー。さらに住之江店新装リニューアル。ベラジオ。あなたの笑顔が見たいからパチンコ&スロットアミューズ。おばあちゃん、おばあちゃん、またいないのか。おばあちゃん、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 もうどこ行ったん。ベーラチオここからは後半戦。ここまでは山根さんが大量リードですが、ザブングルさんの反撃はあるのでしょうかね。さすがに抜けるか。ダメだ。いや、よく続きましたよ本当。しかもほとんど16ラウンドで、もうこれ以上当てられると逆転が、ね、不可能ですね。難しいのでもういいですよ、ね、勝負として面白い方が。まあ、これであと4回は確認ですけど、おまけのようなもんなので。これさ、来た、ちょっと待って。何だったったった保留かな。はいはいはい、もうただの、あ、ゲージ3まで行ってますね、でも、はい、来た、3回よし、やばい、あるぞ。あ、夜背景なんですね。あー、いいじゃないですか。あー、いいです、いいです。来た来た来た、当たった。いいですね。これは外れてへこむな。激アツ来た。激アツ。あー、でも、あー、いやー、いいですね。いいよいいよいいよ。開いたよ。ほんと合拳はあるとないとで大違いなので。あげー、はい、7来た。うん、あー、いい方。もうさっき外れたから、いや、まさか続けて外れはね、うん、大丈夫でしょう。ないでしょう、うん、お笑いとしては外した方が面白いと思うんですけどね。でも、あー、面白い。え、いやいや、いや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 、大丈夫だって、合計が、ほら、あー、来た来た来た、見て見て、見て見て見て、アイエーイ、はい、来た、やっと、すごい、こっからですよ。すごい差ですけどね。さあ、モンドの花火ですから、まあ、これは期待できますね。はい、オッケー。ただ本当に16にそうですね、してもらわないと。16でも6回6、7回入れますもんね。あ、ありがとう。さあ、こっからやぞ。あら、松尾さんもこれで来たら本当に分かんないですよ。面白いことになりますね。いいぞ、いいぞ、あるよ。これはあるぞ。ホリは青なんですね。あ、緑、あ、緑に上がりましたね。なった、まあ、青でもね、まあ、いい位置できました。さあ、しかも船なんで、あー、これはもう、もう当たり、もう当たり、やった。しかもこれ16、そうですよね。そう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 、もうこれでやっと追いつける可能性が。あれ、山根さん、どうしたの。でもまだすごい差ですけどね。どうしたの。やばいやばい、
今週もパチンコ必勝法のヒラヤマンさんが CR パチンコ仮面ライダー V3 を紹介します。今週紹介するのはハリケーンモードです。ハリケーンモードは80プラス4回転の ST です。怪人を倒すことができれば大当たりとなります。多彩な演出の中でも本作から新しく搭載されたポコポコタイムは必見。サプライズボタンがせり上がるほどチャンスとなります。マックスまで飛び出せば超激アツです。その他にもスカイライダーやスーパーワンなど歴代ライダーも登場するので楽しめること間違いなしです。今週の紹介はここまで。来週は4大衝撃ポイントを紹介します。それではまた来週、バイバイ。喜びを、楽しさを、感謝を笑顔で伝えたい。 Be Amuse Customers パチンコ&スロットアミューズ。すいませんでした。なんで遅れたんや。はい、ジャンボリを見ていまして、最新の基地情報や有料ホール情報、さらに面白い漫画まで楽しくて。もういい。で、いつ発売？パチンコパチスロホール情報誌ジャンバリ、毎月最終月曜日発売。グランデビュー、大阪府最大級スロット専門店大東店、京阪寝屋川駅前寝屋川店、2店舗同時グランデビュー。さらに住の井店新装リニューアル。ベラジオ。ニーズに応え続けます。トータルベネフィット。じゃあどんどんこっからだよ、こっから。おい、来い。いいぞ。うん。一発花火リーチ。これはもう。あ、これあるぞ。あ、喧嘩行きましたね。しかも。やばい、どこに来てる。あ、ここで合計もあり、もう全部強い。もうもちろんこぼれちゃってる。やったぜ。だからといって、まあ、16確定な要素はないですよ。まあでもやっぱりね、賑やかな方が上がりやすいなって気はしますよね、やっぱり。これ勝てるぞ。あれ加藤さん大丈夫ですか。いや頼むぞ、これ終わらせんなよ。なんかせるまあまあしょうがないですけどね、本当にあるっちゃあるんですけど。あれ加藤さんの台なんか静かになりましたけど。あれ加藤さん、あれ終わった。もう終わったんですか。終わった、もしかして。いやいやいや、乾杯じゃねえよ。やばいやばい、よしよしよし。これは一番ワッショイチャレンジでは弱いし、まあ筒もねノーマルでしたね。あ、でも来るんだ、来るんだ。4ラウンドかな。おお、ワッショイチャレンジ。オッケーオッケー、やばいやばい。スーパー行け、スーパー行け。よし、やばいよ。あ、でもこっちもスーパー来い、スーパー。ワッショイチャレンジのリズムですね、あの初めに失敗した。でも山根さんこれで来ちゃったらちょっとせっかく追いついたのに。そうです、まあ、でもまあ、ね、4ラウンドの可能性がまだ初から高いので。そうか、強い。ラッシュラッシュ来た。やばい、さあもう早めに来い。上がりましたね、16人。へそからで素晴らしいですね。もうダメだ、追いつかないわ。これは痛い、これでかいな。これでかいですね。ここだよ。しかも山根さんが立ち続けに来てるから。本当ですよ。松尾さん何もなかったんかも。もう抜けちゃうんじゃないですか。じゃあ保留がなかったんですよ。ああ。そういうことも分かってはるんですね。揺れてますね。 あ、ない、うん、そう。え、あ、やばい、残り20。やばいですよ。これは前の回転です。
あれ？そう、そうですよね。多分なんかね、まつりちゃんが急に出てきて、うん、マジかよ、当たるなあ。のいきなり新天フラッシュ来て、うん、あの復活することのが多いと思うんですけど、いやもう無理で、もう無理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 、16が多い、ビッグバップだな。というわけでタイムアップ、今回は山根さんの圧勝で決着です。ボタさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、嘘、何とも言えないんだよな、怒るわけにもいかないし、まあ、出しちゃいるからね。違う、やっぱ山根が出しすぎだよ、ちょっとね、俺の引きが強すぎましたね。いや、こんだけこっちも出しといて負けると思わないもん。ビーチボーイズが勝利すれば獲得ポイントが加算され、10万ポイント貯まれば韓国旅行をペアで1名様にプレゼント。リーチボーイズ4連敗。まあ今回は山根さんが強すぎました。次回のリーチボーイズの活躍に期待しましょう。銀玉王はご覧の日程で来店予定です。お楽しみに。収録終了後はザ・ブンブルさんと山根さんとでお客様と楽しく触れ合いました。そしてアミューズ八尾店からのインフォメーション。アミューズ八尾店では4円パチンココーナー520台、1円パチンココーナー200台、20円スロット240台、計960台設置、1円パチンココーナー増設しました。さらに新台パチンコ仮面ライダー V3 スロットエウレカ7-2も導入済みです。笑顔いっぱいのスタッフが心よりお待ちしております。待ってます。皆さんこんばんは、ピーチエンジェルのチフレッシュです。6月に CD デビューライブをした私たちですが、なんと12月にセカンドライブが決定しました。イエーイ。今回はクリスマスも近いので、前回にも増して楽しみな企画盛りだくさん。詳細はビーチエンジェルのホームページや女の子のブログをチェックしてね。皆さん、私たちと楽しい一日を過ごしましょう。待ってます。おっしゃー、勝ったー、余裕。いやー、やっぱダメだなこの先輩たち、ひどいわ。いや結構がお前だぞ。なあ、お前のせいだぞ敗因。いやもう今回はせやね。いや山根さん、はい、負けましたよ。負けましたよ。どういう絡みだこれ、よくわかんないわ。はい、帰れ。なあ逃げろ。そう覚えてるよ。いやひどい負け犬たちだったな。いやでも店守りましたんで、また用心棒として呼んでください。はい、わかりました、お願いします。いつでも空いてますんで。ありがとうございます。次回はビーチボーイズみひろさんの登場です。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。